どうも、PDR さんの声箱へようこそ。今日は結構リクエストが多かった部屋紹介をしたいと思います。まずは、ほとんどアメコミに占領されているスチールラックですね。ピカチュウさんとグルーミーさんがいます。そして、アメコミがもっとあります。あ、ジョン・アームストロング。この辺は DC とかですね。バットマンとか見えるかな。バットマン。そしてこの箱は全部スパイダーマンですね。はい、アメコミ多すぎますね。そしてスチールラックの隣には PDR さんの服、動画で使う衣装、動画で使う道具、そして最後はなぜかスターウォーズのフィギュアが大量にありますね。昔のと最近のも混ざってて、はい、どうすればいいか分かりません。そして窓があって、カーテンの上にはサイクロプス、魔人ブー、ポルンガ、ドドリア、カリン、最長老様がいます。窓の下には未明の杉蔵サイン入りポスターと、はい、ビレッジヴァンガードのゴミです。そしてこの辺はもう皆さん知ってるかもしれないですね。あの動画にいつも映ってる本棚の一つですね。フィギュアがほとんど埋め尽くしていますね、はい、ゲームがちょっとあって、ほとんど WW ですけどね。そして下にもフィギュアがあって、これは WWE が WWF だった頃のフィギュアで、これは PDR さんの大好きなジェイク・ザ・スネーク・ロバーツ。ジェイクのヘビのおもちゃはなくなっちゃってるんですけどね、はい。そしてこれは一番大きい本棚の上ですね。動画ではこの辺はあんまり映らないと思いますね。このスパイダーマンのよくわからないやつは視聴者からもらったんですけど、何なのかはよくわからないですね。で、フィギュアたちがいっぱいありますね。忍者タートルとか、バットマン、パズドラ。落ちちゃった。そしてこの下には DVD とか、スティーブン・キングの本。本。プーさん、アメコミ、視聴者からもらったサウスパークのシール、 DVD、 そしてその隣はミスフィッツのフィギュア、サウスパークのフィギュアたちですね。そしてその下にはアメコミのトレードペーパーバックがいっぱいありますね。それもな、アメコミの単行本みたいな感じですね。そしてゾンビちゃんの CD がありますね。ウェン・エン・ステン・ピー・ピー・ディアルさんの大好きな。そして CM パンクがまだウェング・ヴォナーにいた頃の DVD。 そしてアメコミがもっとありますね。これ一番最近のスパイダーマンのアメコミなんですけど、めっちゃクソでした。そして猫タワーですね。今猫ちゃんは入ってないんですけど、そして向こうにはまだ読んでないアメコミとかがありますね。そしてここには、え、何今の、まあ、いっか。で、これが今 PDR さんがすごいハマってるサーガっていうアメコミなんだけど、すごいおすすめです。めっちゃ面白いです。皆さん見かけたらぜひ買ってみてください。サーガですね。え、何今の、なんかベッドの下から音が聞こえてきたような気がするんだけど、ちょっと何